ですね、今日どうも皆さんありがとうございました。レッカー用にもなんか多く部品が集まったようで本当に良かったです。まあ毎年毎年ね、まあ当然人って忘れていくもんですから、4年前にね3月11日はテレビでこう画面が流れてないですか、これなんって最初思いますよね。これな特撮とかでね、だんだんこう事情が知るに当たってという感じですね。でその時、その次の日やったかな、バズさんがリアジュンでコンサートするようになったんとったんですけど、まあどうしたらもう中止をねということで、でも中止しても何もならないので、まあ、急遽あのチャリティーコンサートという会でやりましたけど、まあ、それをその後夢タウンでこう岩崎さんがご機嫌していらっしゃったんで、そこにガドってやってきましたけど、まあ、あの頃はですね、何でもほらこうなんかねやったらいけないという感じだったんですけど、まあ、やらないと何にもならないんでですね、まあ少しでもやって、まあ一応10年ぐらいはやろうかなと思ってますけど、まあね、その都度こう思い出してね、ここ原爆関連ね、あの発電所があって進めないとか言われたら嫌やね。ということでですね、皆さんどうも今日本当にありがとうございました。で今日支援ライブあるんですけど、あとですね4日寝た4つ寝たら CSN というのがですね、あの福岡にやってきます。でこのバンドは1969年ぐらいからいるんですけど、リアルタイムでウッドストックぐらいからですねずっと好きだったんでですね、それを見られるんですよ。もうそれが嬉しくて、はい、曲少ないんでですねということで、その CSN の歌をですね、歌ってみたいと思います。がっぽりリバーブかけてくださいこれピラッと、はい、かけすぎだと思いますでは、Teach your children。So just look at your mess.
ね、これをですね、YouTube 見とったら、もう3日ぐらい前の東京の、どっかでやったコンサートでこれ歌ってますよね。で、サビの部分でこうお客さんを指さしてお客さんが歌うんですよ。その動画見とくだけで涙が出そうになったんで、多分あの明後日から4日後はもう歌えないと思いますけど、それほどなんか好きなんですね。で、その後にで CSN の後に CSN&Y になりましたもんね。で、Y はニール・ヤングさんです。で、ニール・ヤングさんはですね、もうなんかその完璧な3人のハーモニーをやっとったんですけど、ニール・ヤングさんが入ればこうデタラメになるって、なんかもうね、かき混ぜるという感じで、そのですね、ニール・ヤングさんの歌を今度歌ってみたいと思います。で、ニール・ヤングさんの一番有名な歌、ハート・オブ・グル、孤独の旅というのをですね、歌ってみたいと思いますけども、ハーモニカをですね、たまに反対にこう置いてですね、よく間違えるんで、昔はですね、ディープ・パープルとか歌ってましたもんね。それで、はい、すいません、なんせでも、はい、すいません、はい、はい、はい、皆さん今日はどうもありがとうございました。いただきます。ハートオブゴールド。まあ、そういう大雑把なところは見たいと思うんで、
ですね、まあなんか心配でね、でもな、何にもしないよりも、なんかやったらかよと、どうせボケていくだけですから、アルツハイマーナンバー2号、3号、4号ですからですね、まあ、はい。今さっきも孫が上がってきてうるさくてですね、でその頃にですね、まあ37年前に作った歌、オリジナルなんですけど彼が作ったんですね。で、まあ、よくここにこう歌詞があってギターコードが振ってあるんですけど、 A マイナーとか C とか G とかですね、もう超簡単な、コードばかりでですね、その頃はやっぱりギターはまだそのね、ハイコードとか押さえることができたんで、こういうふうな簡単な、ね、コードでできているんでしょうけども、なかなかね、いい歌なんでですね、これ37年ぶりに歌いました。37年前はね、何にもなかったんですね、これこういうのが全然知らなかったんですよね、まあ、多分生まれてもなかったんですよね、です最後の歌、最後の歌にぴったしなバイバイパーティーという歌をですね、歌ってみたいと思います。皆さん今日はどうもありがとうございました。別れの時が来てしまったけど、よくあることだよ、気にするのはよそうよ、さよならなんか柄じゃない、さあ今締めっぽいのは武器にしよう、いつものように出会った時と同じように、その色 T シャツが汗と涙でぐっしょり濡れて踊りに来たら、それでそれでさよならしよう、二人だけの二人だけのバイバイパーティーさ、バイバイ、動画あげたらかい、どちらが悪いわけではないよ、お互い様だよ、気にするのはよそうよ、涙はおよし、笑ってごらん、さあさあ今、汗と涙で心も飲んで、乗るだけ乗って踊り出すよ、こんな別れがあってもいい、ぐっしょり濡れて踊り疲れたら、それでそれでさよならしよう、二人だけの。あと2バンド、ね、遅くなりましたけどすいませんね、
本当に今日は何回言いますけどありがとうございました。来年もですね、10年目指してやりますんでよろしくお願いします。どうもありがとうございました。